ゆり高原鉄道 R-1000 系軌道車。ゆり高原鉄道 R-1000 系軌道車。ゆり高原鉄道 R-1000 型軌道車は、かつて、ゆり高原鉄道町会36線で運用された、軌道車である。一般公募により、おばこの愛称が付けられていた。1985年、昭和60年8月に4両、1988年、 昭和63年1月に1両の計5両が製造された。後に冷房搭載、エンジン乾燥の改造を受けた車両は R-1500 型に改版され、2014年平成26年12月まで運用された。本校では R-1500 型についても併記する。1985年昭和60年10月1日に国鉄や島線を 第3セクターに転換し、由利高原鉄道町海山六線として開業するために、新潟鉄工所で製造された車両である。新潟鉄工所が地方交通専用として開発したディーゼル動車の初の導入事例である。当初は国鉄の中古車を使用する計画だったが、保守、運行コスト、観光客誘致の観点から申請車両の導入に変更された。 社体長短縮による軽量化で省エネルギーを図っている。所要5両に対し、資金事情から当初4両のみ申請され、1988年、昭和63年に1両が追加された。一般公募により、おばこの愛称が付けられた。2001年、平成13年8月から2003年、平成15年8月にかけて4両に冷房化。 エンジン乾燥などの改造工事が施行され、R-1500 型に改版される一方、2003年12月に1両が廃車された。R-1500 型に改造された4両も R-3000 型に置き換えられ、2011年、平成23年8月から2014年、平成26年12月にかけて廃車され、形式消滅した。 新潟鉄鋼所製の地方交通専用、機動車 NDC の初の導入事例である。軽量化による省エネルギーを狙い、車体長は14,800ミ、mm、リメートルとなった。乗務員室は左隅式とされ、連結運転時に車両間を乗客が往来できるよう正面に貫通扉が設けられた。前面窓は熱線入りとなっている。 前消島は当初草加に左右各1個が設置されていたが、1987年、昭和62年度に正面屋根状に2個が追設され、R-1000 号は貫通扉状に2個を増設した形で心臓された。客用扉は幅 850mm のものが、片側2箇所、運転室直後に1箇所、反対側の小窓1枚を挟んだ。 車端にもう一箇所が設けられた。乗務員扉はない。扉間には上段固定、下段上昇の窓6組が設置されたが、戸袋クロブに窓はない。外部塗装も一般公募されたもので、車体外側上半分はアイボリー、下半分はグレー、中間に赤い帯が巻かれ、帯の客用扉付近は、百合高原鉄道の頭文字 Y がデザインされた形になっている。 側面運転席倉庫には車掌が描かれた。車内保温のため扉は半自動式とされた。すべての扉が閉じていないとエンジンが起動しない安全装置が設置されている。車内中央部には4人掛けボックスシート10組が設けられたが、車内左右で1組分は前後方向にずれて設置されている。それ以外の部分はワンマン運転時に 旅客の流れをスムーズにするため、ロングシットとなった。壁面及び天井は、クリーム色、シートは、園児色、室内灯にはカバーが設けられた。全列車ワンマン運転を前提としたため、運賃箱などのワンマン運転設備と、観光案内にも対応した、自動放送装置が設けられた。r 1 0 0 0後は、車内配色が異なるほか、イベント対応として、 カラオケ用ビデオが設置された。エンジンは、新潟鉄工所製 6H13AAS169kW2000RPM を一気搭載。動力は DB115 液体変速機を介して台車に伝達される。前くらい即台車は一時駆動の同台車 NP117D、後くらい側は受台車 NP117D で、いずれも ホイールバネ式である。同台車は変身台車で、台車中心から前くらい、速車輪までの距離が1000ミリメートル。同軸である後くらい、速車輪までの距離が800ミリメートルとなっている。制動装置は、で1英自動空気ブレーキを採用した。暖房装置は、エンジン排熱を利用した分散型温風式である。冷房装置はない。2001年。 平成13年8月から2003年、平成15年8月にかけて、R-1001,1002,1003,1005 の4両に対して、機関直結式、能力 34.9kW の冷房装置を設置するとともにパワーアップを図るためエンジンを DMK13HZ に交換する工事が施行され、R-1500KR-1501,1502、 1503-1505に改版された。当初は R-1000 軽前車が改造される計画だったが、R-1004 は改造されないまま2003年、平成15年12月に廃車された。エンジンは出力 243kW のものを 184kW に絞って使用した。扉の開閉操作を容易化するため、客用扉を押しボタンによる、 半自動式に変更、信頼性を向上するため、保安ブレーキの二重化が図られた。r 1 5 0 0 1 5 0 3は、外部塗装が上半分キロ、下半分緑に変更された。ワンマン運転関連機器と、座席表布が交換され、蛍光灯が5本増設された。R-1004 は R-1500 型に、改造されることなく、2003年。 平成15年12月に廃車された。R-1500 型に改造された4両も R-3000 型に置き換えられ、2011年、平成23年8月から2014年、平成2年12月にかけて廃車され、形式消滅した。1985年、昭和60年10月1日に国鉄屋島線を転換し、 由利高原鉄道町会36線として開業した際に導入された。当初は国鉄の中古車を使用する計画だったが、保守、運行コスト、観光客誘致の観点から申請車両の導入に変更された。所要5両に対し、当初は4両のみが製造され、後年1両が追加されている。全列車ワンマン運転を前提とし、1両から3両の編成で、 長海山六線宇合本庄駅、矢島駅で運転された、R-1501、1502、1503 150の体駅にあたっては、それぞれ特別運行が行われた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。